こんにちは、吉谷さん。まあ人生ってのはその欲望を満たしていく連続、もしくは欲求不満を、まあ、解消していく、この連続で出来上がってると思うんですよ。欲求もフラストレーションもないところに何の成長も進化も、まあ、意味もないのかなと思うんですよね。お腹が空いたらご飯食べたいと思うし、綺麗なものを見て癒されたいと思うし、誰かのお手伝いをしてね、ああ役に立ってよかったって、まあいろんな感情があると思うんですよね。でそれを一つ一つ叶えていこうと思うと、やっぱり自分の金銭的な力量とか時間的な力量、知恵の力量、体力的力量、さまざまな要素が必要になってきますよね。だから目の前で助けてあげたいのに助けてあげれないとか、自分の困ったことをいつまでたっても解消できないとかってね、まあ、こういう人生はなるべく続かない方がいいかなと私は思うんですけどね。まあ嫌なことってのが瞬間的には起きると思うんですよ。でもそれをいち早く解消して、まあ次の世界へ向かうっていうかね、なんかそういうふうにしていくのがいいのかなと思います。まあ億万長者合宿をはじめ、私たちも情報発信の中で、まあ、お金の問題解決をしていくことで人生の大半の問題解決できる。まあこういうことを言うとね、全てお金で解決できると思うなって言われるんですけども、そんなこと思ってないと。でもお金で解決できる問題はもうとりあえずお金で解決しといて、残された問題を、まあ、他のね、お金以外の力で何とかしていきましょうって話なんで、そのために体力がいる、人脈がいる、知恵がいる、時間が必要ってことがやっぱりいろいろありますんで、お金で全部解決できるとは言いませんけども、大半のことはお金で解決できる。つまり資本主義社会っていうのはお金で何でも解決していきましょうという約束事の社会ですからね。その上でお金で解決できないことっていうのは相当難しい問題だと思うんで、じゃあ逆にお金を使わずに解決できる問題ってじゃあどのくらいあるのかなってことを考えるとね、そっちの方が難しいんじゃないかなと思っちゃうんですよ。さあそれでね、以前その欲望をね何とかするっていう話がありましたけども、ここにね一つのヒントが私先日与えられたんですよ。それは自分の内側の欲望、欲を満たすためのものなのか、それともね目の前に困った人いる、助けたいという利他的な欲望なのかってことなんですよ。おそらく宗教の欲をなんとかしろとかね、欲をなくせっていうのは我欲をなくして他者に尽くせってことだと思うんですよ。だから欲の全部をなくせってわけじゃなくて、欲にもまあ2種類あって、自分の内側に対する欲望なのか、他者に対する欲望、ね、なのかってことだと思うんですよね。やっぱこう困ってる人をなんとか助けてあげないとなっていうふうな欲望はどんどん持ちなさいと。でも自分の私利私欲っていう欲望はどんどんね戦って消していきなさいってことなんだろうなと思うんですけど、いかがでしょうかね。